カリムノス島は、エーゲ海東南部のドデカネス諸島に属するギリシャ領の島。ドデカネス諸島中では、ロドス島、コス島の次に人口が多い。近隣の小島を含む基礎自治体でもあり、基礎自治体合計の人口は16,441人である。ギリシャ語以外の言語では、以下のように呼ばれる。 カリムノス島周辺のデカネス諸島北部に位置している。トルコ本土にもほど近く、ボドルム半島先端の沖合にある。カリムノス島とトルコとの間に位置するイミア島は、イミア島紛争の物体となった。北は、レロス島、南は、コス島に挟まれている。カリムノス島は、大まかには長方形の形状であり、全長は 21km、幅は 13km ある。 北側にある半島は北西へ向かって伸びている。山がちな島で海岸線は非常に入り組んでおり多くの隠れた洞窟がある。少数だが温泉もある。土壌はほとんどが石灰岩質で古代に噴火した後である火山性の凝灰岩が集まる場所がある。島はほぼ不毛の地だがポティアとバティの谷は肥沃でオリーブ、オレンジ、ブドウが栽培されている。 はじめは、カリア人が定住した。中世には、東ローマ帝国に支配され、その後13世紀には、ベネツィア共和国の海軍基地が作られた。1310年には、西洋派歴騎士団の所有となり、1522年には、オスマン帝国が獲得した。ロードス島とコス島とは違い、トルコ時代には、トルコ人の移住がなされなかった。 井戸戦争最中の1912年5月12日、カリムノスはイタリア海軍によって占領された。ドデカネスの島々がイタリアからギリシャへ返還されたのは1947年だった。全体的に土地が痩せているため、農業は島の主観産業とは言えない。ポティアとバティの谷で採れる柑橘類は有名だが、高地に適した土地は島の18%しかない。 カリムノスは貿易や造船といった海に関する産業から富を得てきた。今でも島の主要産業となっているのはスポンジ取りである。最近では観光業が主観産業となっている。1925年には2万4000人を数えた人口はアメリカ合衆国やオーストラリアへの大量移住によって減少した。ありがとうございます。